東京競馬場は今日のメインレースの時間を迎えました。今年もこの府中の長い直線で壮絶な叩き合いが見られそうです。さあ、春のマイル王決定戦、 G1 安田記念の発走です。さあ、最後は大外枠のダノンスコーピオン。ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。好スタートを決めたのはムレペティトール。綺麗なスタートを切りました。ムレペティトール前へ行きます。先手を取ったのはロマンチックウォリアー。外にはウィンカーネリアン。その外にエルトンバローズ。隣にはボイッジバブル。その横にソウルラッシュ。これに続いてジオグリフ。ここにつけたのがガイアフォース。外を通ってフィアスプライド。その後ろにパラレルビジョン。内からはカテドラル。すぐ隣にエアロロノア。その外からセリフォス。ピンクの帽子ダノンスコーピオン。その後ろ、ここまでほぼ平均ペースです。さあ、先頭はエルトンバローズ。エルトンバローズリードを広げていく。ロマンチックウォリアー、いい足で伸びてきた。エルトンバローズ先頭です。ソウルラッシュ、まだ足は残っているか。先頭を行きます。エルトンバローズ2番手以降も上がってきた。最後の追い比べ、先頭はソウルラッシュ。残り 200m を通過して、先頭はソウルラッシュ。パラレルビジョン食らいつく。ソウルラッシュ先頭だ。先頭はソウルラッシュ1着でゴール。続いてパラレルビジョン、ソウルラッシュ見事このレースを制しました。スタートしました。ソウルラッシュ、これは好スタート。ジオグリフ、この馬も好スタートを切りました。ジオグリフ前へ行きます。ジオグリフ先手を取りました。外を通ってウィンカーネリアン。内を通ってロマンチックウォリアー。これに続いてソウルラッシュ。外にはボイッジバブル。エルトンバローズ、この馬もこのグループパラレルビジョン。それに続きます。その外からダノンスコーピオン。内からはピアスプライド。隣にはガイアフォース。その外にステラベローチェ。その隣にプレペティトール。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。この辺りで先頭が変わりました。ウィンカーネリアン、ロマンチックウォリアー、ほとんど差がありません。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ロマンチックウォリアー先頭を奪った。その差は2馬身から3馬身。ソウルラッシュ手応えは悪くない。ロマンチックウォリアー先頭、200を切った。セリフォス追い上げてきた。ロマンチックウォリアー、ここまでか。セリフォス、セリフォス1着、2着にはどうやらロマンチックウォリアー。セリフォス見事このレースを制しました。スタートしました。パラレルビジョン好スタート。ウィンカーネリアン、この馬も好スタートを切りました。11番ウィンカーネリアン行きました。先手を取ったのはパラレルビジョン。その隣にビアスプライド。外にはエルトンバローズ。内からジオグリフ。外を通ってボイッジバブル。内からはロマンチックウォリアー。少し間が空いてステラベローチェ。隣にはダノンスコーピオン。ここにガイアフォース。その外にプレペティトール。並んで10番ソウルラッシュ、カテドラル。この馬もこのグループ。この位置にエアロロノア。これは少々スローペース、後方勢には影響するか。先頭は依然としてパラレルビジョン。ロマンチックウォリアー先頭に迫っていく。パラレルビジョン先頭、ロマンチックウォリアー外から先頭に躍り出た。パラレルビジョン厳しいか。外にいるのはソウルラッシュ、ボイッジバブル。いい足だ。ここから勝負をかけます。残り 200m を通過して、しかし後続も襲いかかる。2番手はソウルラッシュ、ロマンチックウォリアー。これはもう決まりだ。先頭はロマンチックウォリアー1着でゴール。2番手にはソウルラッシュ、セリフォス3着です。勝ったのはロマンチックウォリアー。このレースを制したのはロマンチックウォリアー。スタートしました。横一線、綺麗なスタートを切りました。まずは先行争い、パラレルビジョン前に行きそうです。先手を取ったのはウィンカーネリアン。その外からエルトンバローズ。内を通ってロマンチックウォリアー。外を通ってボイッジバブル。内からジオグリフ。外にはフィアスプライド。その外にステラベローチェ、ガイアフォース。そのうちに続いています。外にはダノンスコーピオン、ソウルラッシュ。すぐ後ろカテドラル。その前に進出、すぐ後ろにエアロロノア。その外にプレペティトール。ここまでほぼ平均ペースです。ここでエルトンバローズ先頭に変わりました。内からウィンカーネリア。内々からロマンチックウォリア。4
4コーナーをカーブして、さあこれからです。エルトンバローズ先頭です。2馬身ほどのリード、しかし後続の手応えもいい。ロマンチックウォリアー手応えは悪くない。内からガイアフォース、残り 200m を通過して、リードは1馬身。後続の足色はどうか。セリフォスかわしにかかる。セリフォス、エルトンバローズ2着に入ったか。セリフォス見事このレースを制しました。スタートしました。ダノンスコーピオン好スタートを切りました。ジオグリフ、この馬も好スタートを切りました。前へ行くのがジオグリフ。ジオグリフ先手を取りました。その外にウィンカーネリアン、これに続いてダノンスコーピオン、ロマンチックウォリアー、そのうちに続いています。その外からエルトンバローズ、その後ろにボイッジバブル、フィアスプライド、それに続きます。その横にステラベローチェ、並んで9番パラレルビジョン、ガイアフォース、すぐ後ろここにカテドラル、外にはソウルラッシュ。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。さあ先頭はウィンカーネリアン、内からジオグリフ、ロマンチックウォリアー、3番手。さあ直線に入りました。これからの勝負、ここで先頭に立ったロマンチックウォリアー、外にステラベローチェ、パラレルビジョン、足を伸ばす、先頭を捉えるか。先頭にロマンチックウォリアー、200を切った。外から一気に突き抜けるか。ステラベローチェ、ステラベローチェかわした。パラレルビジョン食らいつく。ステラベローチェ、ステラベローチェ1着、2着はパラレルビジョン、ステラベローチェ見事このレースを制しました。スタートしました。パラレルビジョン好スタートを切りました。エアロロノア、この馬も好スタートを切りました。パラレルビジョン前へ行きます。ダノンスコーピオン先手を取りました。内を通ってウィンカーネリア、その外からエルトンバローズ、内からはロマンチックウォリアー、外を通ってホイッジバブル、エアロロノア、そのうちに続いています。フィアスプライド、それに続いています。ここにジオグリフ、すぐ後ろにステラベローチェ、その後ろにガイアフォース、外にはドーブネ、すぐ隣にオレペティトール。ここまでほぼ平均ペースで進んでいます。この辺りで先頭が変わりました。エルトンバローズ、内からパラレルビジョン、ウィンカーネリアン、3番手。4コーナーをカーブして、さあこれからです。エルトンバローズ先頭です。しかし後続はすぐ後ろ、しのぎきれるか。パラレルビジョン足色は十分、前に迫れるか。エルトンバローズ先頭、200を切った。ソウルラッシュ追い上げてきた。ソウルラッシュ前に出る。ステラベローチェ食らいつく。ソウルラッシュゴールイン。2着にはどうやらステラベローチェ、エルトンバローズ、3着です。勝ったのはソウルラッシュ、このレースを制したのはソウルラッシュ。スタートしました。ロマンチックウォリアー好スタート、綺麗なスタートを切りました。7番ロマンチックウォリアー行きました。先手を取ったのはウィンカーネリアン、外にはエルトンバローズ、オレンジの帽子、ホイッジバブル、その後ろ内からはジオグリフ、外を通ってフィアスプライド、隣にはパラレルビジョン、これに続くのがステラベローチェ、その横にダノンスコーピオン、ガイアフォース、そのうちに続いています。その後ろにソウルラッシュ、内からカテドラル、ここにエアロロノア、すぐ隣にコレペティトール。この辺りで先頭が変わりました。ロマンチックウォリアー、2番手はエルトンバローズ、ホイッジバブル、3番手。後続も追い上げていきます。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ロマンチックウォリアー先頭です。2馬身から3馬身のリード、エルトンバローズ手応えは悪くありません。前を捉えられるか。外からフィアスプライド、残り 200m、 ダノンスコーピオン必死に追いすがります。ダノンスコーピオン、ロマンチックウォリアー、ダノンスコーピオン勝ちました。2着争いを制したのはロマンチックウォリアー、勝ったのはダノンスコーピオン、このレースを制したのはダノンスコーピオン。